三金王は、くだらの第二十三代の王であり、先代の文秀王の長子。意味な、送り名は伝わらない。三国式くだら本に、三金王期の文中には、水の恵骨王、三国維持王歴には三骨王、日本初期、有力天皇期には、文金王とも記される。477年9月に戦王が暗殺され、三金王が、わずか十三歳で即位した。 文州王は、兵官、左兵の貝イアの放った資格によって暗殺されたが、三金王が即位した後も王が要少であるため、貝イアが軍事を呼び、政治の一切の権限を握った。しかし翌478年、カイアは、恩律のツバメと共に、大頭上によって反乱を起こしたので、三金王は、左兵の正を、続いて、独立のマロウを派遣して討伐させた。 カヤダは殺されたが、ツバメシンは高栗に亡命したので、ツバメシンの妻子は、首都有心の死で斬首された。その後、大頭上を戸谷に移したことと、日食、考えを記すだけで、三金王の地籍記事は残っておらず、在位三年目の四七十九年十一月に死去した。仙王を殺害したカヤダがその後も、権限を握ったことについては、当時のクダラが、 貴族連合体制にあって、海野田がその頂点にいたためと推測されている。また海野田の反乱、倒滅については、原因は不明ながらも、貴族連合体制の中での権力闘争により、開始から新主へと権力が移ったものと見られている。ありがとうございます。